はい、おはようございます。先週ですね、京浜運河でドザエモンが浮かんでいるところに遭遇した釣り子 TV です。というわけでね、2018年の2月1日からライフジャケット、これのですねルールが変わってきますので、それをですね、これ今回ですね、この前のフィッシングショーで海上保安庁のブースに行った時に分かりやすいですねチラシを1枚もらってきたので、これを見ながらご説明していきたいと思います。まずこれ、ライフジャケットが命を守りますということでね、自分もですね釣りなんかをして、あと水辺によくいるもんですから、過去にね2回ぐらいね、ドザエモンというかこう水に浮いてる人を見つけたことがあるんですけども、そんな方はねもちろんねライフジャケットつけてませんよね。ただ空気で膨らんでパンパンになっちゃうんですけども、そういうことでこの命を守るライフジャケット、これのねルールがだいぶ変わってきますので、でこれね昭和の香り漂う女性の方がニコッとしてこうライフジャケットをつまんでいますけども、2017年ミス日本海の日の方みたいですね。こんな感じの、チラシポスターなんかが、よくあるんですけども、平成30年2月1日以降小型船舶の船室外の甲板上では原則全ての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になりますよというようなことが下に書いてあって、国土交通省、水産庁、海上保安庁、警察庁って書いてありますね。で、平成34年2月1日以降に違反点、2点がつくようになりますということで、裏にね詳しいこう説明書きが書いてあるんですけども、ライフジャケットが命を守りますということで、ライフジャケット着用者の海中転落時の生存率は2倍以上です。船長の指示がなくても積極的にライフジャケットを着用しましょう。次がですね、船長の義務です。平成30年2月1日から小型船舶の船長には原則全ての乗船者にライフジャケットを着用させる義務があります。着用させないと違反になりますというふうに書いてあります。で、ライフジャケットの種類、国が安全性を確認した証である桜マークのあるライフジャケットを着用してください。軽くつけやすいものも開発されています。これねポイント、桜マークのついてるライフジャケットじゃないと違反になっちゃうよ。ここね注目ですね。で、適用除外等の対象例っていうのが下にこう書いてあって、まずですね、船室内にいる方、船のお部屋がある船の中、お部屋の中にいるときはつけないでもいいよっていうようなことが書いてあります。でもね、実際に釣りの場合出たり入ったり出たり入ったり移動のたんびにするんで、原則、つけっぱなしになることが多いんじゃないかなと思いますが、こんな時は捕まらないよっていうところと、あと命綱を装着している方、なかなかね仕事の船とかじゃない限りこう命綱を持ち歩かないだろうし、あと船と命綱もつけてはいないだろうから、これはどうでしょうか。ライフジャケットやっぱつけといた方が良さそうですね。あと防波堤内の係留船上にいる方も適用除外等の対象例に入ってくるみたいなんですけども、船の場合ね、船の乗り降りの時が一番海中転落の危険があるんじゃないかななんて思うんで、ライフジャケットがあればね、船が、乗る前ですね、防波堤とかね、マリーナにいる上からつけてで乗った方が安全なんじゃないかなって。結構この船ね、乗り移る時にバーって船が開いたりして、なんていうんですかね、また先になって落っこちるなんていうのよくありますからね。あとは船の外で泳ごうとする方、この方もライフジャケット泳ぐ時はつけないでもいいよっていうのは、着用する義務がありませんと、着用する必要がありませんって書いてありますね。で、専用装備で海上スポーツをする方っていうことで、ウェイクボードとか水上スキーとかそういうことですかね。あとは船長が定めた安全場所にいる方、ここら辺がねちょっと難しいですね。でね、結構いろいろ聞いてきたんですけども、まだね若干どうだとどうっていうのがこれからね施行されてから、いろいろといろんな事例を見ながら細かいところを決めていこうって、こういう段階みたいですね今のところは。なんでここら辺気になる方はですね、この
ルールを作った国土交通省海事局安全政策課ってとこにですね連絡して、どうですかっていうのをねちょっと細かく聞く必要があるんですね。でポイントが、違反すると処分あり、違反した船長には違反点数2点が課され、再教育講習を受けなければなりません。5点以上で免許停止の対象となりますということで、最大6ヶ月の免許停止。ただこれがですね、平成34年2月1日から違反点数の付与を開始するということで、なんというかですね、これが本格的に導入するまでまだあと4年間ありますんで、その間にですね、この例えば桜マークをついたですねライフジャケットとかですね、どんどんあのちゃんと揃えて、でまあ34年以降で例えば海上保安庁さんとかに、見られて、そういう時にこういう桜マークついていないライフジャケットを着ていたりとか、あとはあのまあつけてない場合ですね、そういう時に、点数が課されるっていうことで、まあ1回に2点なんで、だいたい3回ストライクをもらうと免許停止になりますよっていうことですね。で結構ですね、この桜マークがあるなしっていうのがですね重要になってくるようなので、まあ、例えばどういうのに桜マークついてるかとかですね、この後ちょっといろんなライフジャケット自分持っているので、見ていきたいと思います。それとね、あとこんなことがありましたよなんていうのもお話ししていければななんていうふうに思うんですけども、はい、それでは、引き続きよろしくお願いします。はい、というわけでね、いろいろなライフジャケットの種類についてですね説明していきたいと思います。まずね、これね、いわゆるライフジャケットですね。これ家に2個ぐらい持ってるんですけども、これね、こう紐があるんですけども、これ非常時はね、こう実際に船から落ちて逃げるときは肩結びね、ほどけないように、これ海に落ちるときにまさかここ蝶々結びとかして落ちてほどけたら、終わりなんで、基本ねライフジャケット本気で使うときはこれやばいなーなんていうときは、ここはね蝶々結びじゃなくてね、肩結びでキュッと縛って、すっぽ抜けないんです。まあこういうのがあるんですけども、でさっきあのポイントであった桜マーク、これがどういうものかっていうと、これねもう一個あるんですけど、はい、見えますか、これが桜マークです。これがないとダメよねいうことなんですね。こんな感じでね、国土交通省、認定みたいな感じでですね、こういうのがあるんですけども、まあライフジャケットで言ったらこの固形タイプがまずもって間違いないですよね。ただ夏とかね、暑い時期、こういった時にちょっともうこれだとね、本当暑くてのぼせちゃうんで、そういった時用に、まあ自分なんかも動画なんかでよく使っているのが、これね、腰巻きのベルトタイプのライフジャケット、これはですね、ちょっとね待ってくださいね、はい、これね自動膨張式、救命胴衣っていうんですけども、これはねベルトタイプだから、こうパチンとつければ OK っていうことで、でどうなっているのかっていうと、これねもうちょっとこの前一回雨で膨らんじゃって、まだねガスがセットされていないやつなんですけども、この中に、ガスがあって、でそれを水を感知するとポンと開くっていうことで、開くとどうなるかっていうと、ここに本当はねこのカートリッジにガスをつけて、ここに水に溶けるような紙とかでですね、センサーがあって、そうするとこの針がポンと出てガスが充填されて、腰の周りにねこういう感じでこう浮き輪、こう浮き輪が広がるよということで、で常にね浮き続けるってなると、この漏れてきたりするんで、ね、こうやって
空気を追加で入れるですね、こういうパイプなんかもついてるんで、あ、やばい、しぼんできたなって言ったらこれ、こんな感じで、ね、腰の周りにこう浮き輪ができるよ。こういうことになってますね。これでこう救助を待つっていう、これが、腰巻きのですね、自動膨張式、救命胴衣っていうこういうタイプですね。そしてこれ夏場の釣りにもう一つ便利なのがこのね、肩掛けタイプのライフジャケット、これなんかも非常にね、釣りをするときに快適に釣りができて、なおかつそんなに暑くないってね、こう釣りがしやすいっていうことで、いろいろなメーカーからこのタイプは出ているので、まあ好きなメーカーで、この揃えるのもいいんじゃないかなと思うんですけど、これもね、ここにボンベとセンサーが入っていて、で、水を感知するとポンとガスが充填されて、ここが膨らんでこう浮き輪になる、水の上に浮いてられる、こういうことになっていて、ただまあこれが感知しないときはこの紐をねポンと引っ張るとガスが出て、やっぱり膨らむようになるね、こんな感じの空気質があって、でまたこの空気がガスが切れてきたら、自分で充填して浮き続けることができる、こういう風になっております、ね、でまあこの桜マークが、ちゃんとついているか否か、まあ、ここら辺がやっぱり重要なことになってくるんじゃないかなと思います。このタイプも人に貸したりすることもあるんでね、こう複数種類持ってるんですけども、こんな感じで、つけますが、これねおすすめなのがね、このブロックの、やつ、このチェック柄でね、すごいね、なんというかおしゃれな感じの、こんなやつもありますんでね、この後このライフジャケットルールがどんどんね浸透してきたら、ほんといろんなメーカーからいろんな、ちょっとこれなんかもね釣りっぽくないけど、あの浦安の有名なフロックのスペシャルライフジャケットですけど、こうちょっとした小物入れもあったりしてね、本当にいつもつけたくなるようなこういったデザインのライフジャケットなんかもありますんで、いろいろ調べてみると自分に合った一着が見つかるんじゃないかなと思います。ここら辺はね、涼しくて便利なんですけども、あとはね、あの自分フローターの釣りもするんで、これちょっとね番外編になるかもしれないんですけども、フローターの時はこういった固形式のライフジャケットを使っています。でこれはねズイールのライフジャケットなんですけど、これとこれとこれね、3個持ってます。これがね初代のライフジャケットで、これ16歳の時に買ったやつなんですけども、16歳になってね速攻であの船の免許は、取りに行ったんですけども、あとはね、自分が行っていた学校で寮に入っていたんですけども、その時にあの先輩がですね4人海に流されて亡くなってます。1人まだ行方不明っていうことがあって、でなんというかですね、まあ、その後から海に行く場合は絶対にですねライフジャケットを着てじゃないと遊びに行っちゃダメだよっていう、こういうルールが増えたんですね。流されるとなくなっちゃいますからね。というわけで、速攻で買ったんですけど、そういった感じでこうずっと使ってるんで、もうねボロボロ、ポケットには穴が開いたり、ここもねもう擦り切れて何回も縫って直して縫って直してっていう感じなんですけども、今でもですね大切に、使っております。まあ、あのフローターの釣りの時とかね、フローターがパンクするとそのまんまもう水に浮
かないといけないっていうことで、自分はどちらかっていうとフローターで釣りをするときはこういったタイプのもの、これね涼しくていいんですけども、まあただ荷物入れにもなるし、あと安心感もあるしっていうことで、これはちょっと動力線と違うんですけど、このタイプの固形式の、もう水に入ったらすぐ浮くタイプのライフジャケットを使っております。でこれね似てるんですけども、このいわゆるザ・法廷備品っていうタイプよりもね、やっぱ釣りのメーカーさんが作ってるっていうことで、こう肩周りが非常にキャストしやすかったり、使いやすかったり、あとはねこのズイールのやつは持ち運びに便利なように、こう結構小さくね固形式なんだけど折りたためたりとか、こうアイデア満載なんで、お気に入りで今でも使っております。ただねちょっとこれはボロッとなってきちゃったんで、2代目でねこのまあこれまたズイールのやつなんですけども、こんな感じでね、新しい感じのデザイン、これもねよりね肩周りが快適に動かせるんで、で、まあ、荷物も入って、で空気質も、しっかりと浮力帯があってっていうことで、これなんかもね気分によって使い分けたりしてるんですけども、まあねこれも結構ねもう買ってから結構な月日が経っておりますが、今でも現役で使っていて、で中古釣り具屋さんに行ったら初代のライフジャケットが、これね中古でね綺麗なものが並んでいたんで、これね買ったんですよね。これは本当去年のやつも実際に使ってるやつなんですけども、まあねただこれのポイントはですね、桜マークが入っていないんで、例えばシーバス釣りで動力船のボートに乗ったりとか、まあエンジン船のバスボートに乗ったりとか、そういう時はマークが入ってないんで、これはダメになっちゃうんですね。というわけで、まあフローターの釣りの時なんかはですね、ただ非常にね作りはしっかりしていて、でこうサイズなんかも調整できるんで、まあここら辺はフローターの釣りはね今後ともまだ使っていこうかななんていうふうに思っております。であと変わり種がもう一つあります。はい、これもねライフジャケットなんです。これはですねちょっと親にですねプレゼントが買ってあげたやつ、ちょっと今日借りてきたんですけども、外国のヨットマンとかがですね使うライフジャケットっていうことで、こうマリーナなんかでねこれ羽織ってこうやって歩いていてもね、なんていうかもう一見ライフジャケットってわからないような、こんなね海外だとこういう面白いかっこいいデザインのね、いいデザインのライフジャケットとかいっぱいあるんですけども、今回のルール改定の一つ気になるところはですね、あくまでも日本の基準に照らし合わせた桜のマークが押してないと、ライフジャケットとしてはブッブーだよっていうところがあってですね、ただ海外には例えば、アメリカが、軍隊で使っているようなミルスペックの、時速何百キロの船から放り投げ出されてもこう首周りが折れないとか、すごい厳しい基準で作られたライフジャケットなんてのもゴロゴロ転がってますからね。ただそういうのも今のところのルール改定では認めないよっていうことになってますんでね、そこら辺でまあ例えばアメリカのこのランクと日本の桜マークはイコールで、OK だよとか、そういう感じでねいろいろと決まってくるといいななんていうふうに思っているんですけども、でそこら辺の突っ込んだ話とかをですね海上保安庁ブースとかで聞いてみたんですけども、そういったところはそのルールを定めた、その専門のところに聞いてくださいというような回答でですね、まだちょっと変わるところもあるかもしれないし、平成の34年までですねそれにいろんな、まあ、ケースとかを見ながら、細かくですね徐々に煮詰まっていくんじゃないかなというような回答でした。結構ねいろいろ聞いたんですけども、ちょっとそれは答えられないっていうところが多くて、何にしてもでも2月1日からはですねルールがスタートするっていうことなんで、もうちょっとこうだったらこう、ああだったらああっていうのが分かってくるとよかったんですけども、まあ、ただ今のところ言えるのは桜マークのついたライフジャケットを着用しましょう。船長として乗っているんだったら同船者の人に
ちゃんと来てねっていう風にやらないと、ダメだよ。で、その猶予は、平成34年から、点数が、加算されるような方式になるから6点貯まると免許も停止になるよっていう、こういう風にルールが変わってきますんで、まあ、積極的に自分のお気に入りの一つライフジャケットを手に入れてですね、で、一つね気に入ったライフジャケットがあるとね、いろいろとこう、まあ、プライヤーをぶら下げたりだ、フィッシュグリップを、ぶら下げたりとかね、自分のだけのこうすごいカスタムした使いやすい釣り道具に変わっていきますんでね、このタイミングでぜひお気に入りの一着を探してみてはいかがでしょうか。ということでですね、本日の釣りコー TV は、2018年の2月1日から、ライフジャケットのルールに関わるところが少し変わってくるよ、これをですね今分かっているところまで、ご説明してみました。はい、釣りコー TV でした。